ベネトン B193 は、ベネトンフォーミュラが1993年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラカー。設計者はロス・ブラウンとドリー・バーン。1993年の開幕戦から第2戦までは B193A が、それ以降は B193 バイトが実戦投入された。1992年のマシンである。 B192 を発展させたマシンで特徴的なバナナローズが目立っていた。1993年のレギュレーションに合わせた改良が施された。ハイテクパーツの開発が開幕までに間に合わず、B192 と同様のマニュアルギアボックスやパッシブサスペンションなどを搭載していた。開幕2000で使用されたマシンは B193 ではなく、B193A と呼称された。 2008年にシルバーストーンで走行する B193 バイト開幕2000で使用されたマシンにハイテク装置であるセミオートマチックギアボックスとアクティブサスペンショントラクションコントロールを搭載したハイテクマシン。シーズン終盤には 4WS も試された。しかしこれらは1993年に一っで禁止された。レギュレーションの変更によるマシンの全幅の縮小や ウィングサイズの小型化などにより、車体に当たる空気が、タイヤなどで乱れやすくなったり、ダウンフォース量が減少したこともあり、バージボードやメゾネットリアウィングが流行した。ベネトンもこれを採用し、レースによって使い分けていた。この年も1992年同様一勝を、ミハイル・シューマッハが、第14戦ポルトガル GP で挙げた。チームメイトのリカルド・パトレーゼは、 イギリス GP で3位、ハンガリー GP で2位表彰台を獲得したが、両ドライバーのリタイア回数が13回もあったため、1992年のコンストラクターズランキングと順位の変化はなかった。レース終盤の搭載燃料が減った状態では、ウィリアムズやマクラーレンのマシンをも脅かすほどのハイペースで走行する特徴があり、当時のフジテレビのレース実況でもたびたび伝えられていた。 この特徴が燃料給油解禁となる翌年の B194 に受け継がれることとなるスタッツ F1 ベネトン B193statsf1.com2010 年8月23日閲覧スタッツ F1 ベネトン B193 バイト statsf1.com2010 年8月23日閲覧ありがとうございます